どうもコーヒーメーカーのパックンです。ゆりちゃんです。こんばんは。こんばんは。はい、今夜の10時半です。10時半。ちょっと呼び出したのがね、うん、今鬼滅がめちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。僕も読みましたよ、鬼滅。面白かったんですけど、うん、その中でいろんなコラボ商品も本当どこ行っても今鬼滅なんですけど、おっしゃる通り。その中でどうしても手に入らないもの、うん、何？鬼滅のビックリマンチョコ。ああ、なんかあるよね、コラボしてるやつでしょ。全然手に入らなかったんだけど、ついに手に入りました。マジ？ついに2つゲットしました。2つも。マジで？今日はそれを2人でやっていこうと思います。ビックリマン歌舞伎でるーん。待って、今鬼滅の話してなかった？あれは前振り。あ、いやいや、違う。あ、いやいや、あれ、なんか俺の思ってたのと違う。やっぱ前振りはね、今流行りのものを言っとけばね、それがタイトルに書けるから。ちゃい。それは言ってはいけないやつ。まあ文句ばっか言うな。いや、おかしいだろ、文句ばっかとかじゃなくてさ、わざわざ呼び出したほらビックリマンチョコあげるんだよ。いやいや、わざわざ呼び出されて鬼滅のチョコ買われたと思ったら歌舞伎もらった時の気持ちわかる？エンボスメタルシールコレクションだよ、メタルだよ、メタルシールがもう出るんですよ。俺さ、だってそもそもビックリマンをあんまり詳しくないからさ、チョコビックリマンチョコ。いや、まあ、そんな細かいとこいいじゃん。ロッテに失礼だ。ごめん。何が出たらレアとかわかんないんだよ。まあ歌舞伎はね、結構奥が深いんですけど、ちょっと語るとね終わらないんですけど。お前語れるのかよ、本当に。あの歌舞伎が始まったのがですね、お、1400ほらって時の顔してんだわ。いや、何も出てこないんで、とりあえず開けて行ってみようかなと思います。もしかしたら炭治郎出てくるかもしれないし、ね、この動画絶対需要ないって。歌舞伎ファンが一斉に見るかもしれない。歌舞伎ファン、この動画見ようと思ってないでしょ。絶対海外のお客さんが出る。どこに入ってんの、シール。後ろ、チョコの後ろに入って。あ、ここ絶妙なスペース。ここにデルーン裏が出てきた。何が？僕のからいきますよ、はい、僕はシソジュラが出ました。おぉ、いや、おぉってわかんないだろ。やーべー、めっちゃかっこいいじゃん。シソジュラが出ました。で、僕はジュルン。ちょっと待って、どこ飛ばしたよ。見て、スケベン。めっちゃかっこよくない？スケベンで、スケベン。スケベンって何？どんな字書くの？助けるベン。受けるな。勉強のベン。明らかにスケベな感じじゃん。後ろに書いてある。ひっそり忍びの術で虎の巻をカンニングして、受験地獄に挑む不届き極まりないお守り。ただのカスじゃん。シソジュラはね、超古代から存在し、聖魔を二分させた悪魔ヘッド、マシバリ食らわす邪剣振り、大見え切って大ハマり、色駄菓子屋って書いてある。ちょっと意味が分かんないんですけど。へー、すごい、めっちゃかっこいい。ちょっとあの鬼滅の何巻ぐらいでここら辺でこいつら出てきたのか分かんないんですけど、僕読んだけどこんなの出てこなかったと思うんですけど、ね、ちょっと分かる方はぜひコメントの方にいただければと思います。雑だな。でもね、シールはともかくとして、僕ウエハースは結構好きなんですよ。ちょっとこれもほら、味がなんとチョコレート味です。普通にね、普通のやつね。なんとって言わねえから、そういうの。うまい、うん、美味しいでしょうね。ここ鬼滅何も関連してないからね。鬼滅にも出てたもんね。出てねえわ。これだけ鬼滅言えばタイトルに書けるんだよ。いや、だから書きたいだけだろって、お前。一つも鬼滅要素ないから。炭治郎が羽織ってたやつ。色がちょっと、なんて突っ込んでいいかわかんねえ。ゆりちゃん、鬼滅読んだの？読んだ、全部読んだ。誰が好きだったキャラクター？やっぱりカラスかな。マジで？めっちゃかっこよくない、あいつ。え、伝令ガラスのことを言ってる？うん、かっこいいかな、うん、そっか。ごめん、会話が広がらないこと言った。ひねくれすぎなんだって、マジで。ウエハースうまいな、うん、普通にうまい、うん、ぜひ皆さんも鬼滅コラボ、たまに歌舞伎も。いや、歌舞伎はいいから。鬼滅あったら探してみてね、うん、鹿児島でもし売ってるとこ知ってる人いたら教えて、うん、ぜひまた食べてみてください。イエイイエイ。じゃあ今日のところはこれで、グッバイ。チャンネル
登録よろしくね。